王者の機密ファイル。訓練室？つまらない場所。そう？重要な施設だと思うよ。訓練室だよ。そりゃそうだよ。ここはドクターに案内したい最後の基地施設、訓練室なんだから。だけど重要なのはそこじゃないの。訓練室は特別なんだよ。オペレーターのスキルランクが一定に達すると、この訓練室でスキルを特化してさらに能力を強化できるんだよ。ここに訓練するオペレーターを配属するとき、対応した能力を持つ協力者を一緒に配属することで訓練時間を短縮できて、さらに効率アップが望めるんだ。興奮せずにはいられないでしょう。訓練の協力なんてほんとつまらないわ。ロドスの訓練ってこの程度のものなの？効率が前のバージョンより 25.4% 上昇。これならロドス内で全面的に使えるね。ん？見ればわかるでしょ。残業するオペレーターの健康のために新しい医療システムを開発してるんだよ。訓練室は負傷者が多いから、よくここで臨床実験するんだ。わざわざ業務で申請しなくて済むし、楽でいいよね。それ以外に何の目的があるの？